にらめっこしましょう。わろたら負けよう。あっぷっぷ。すり抜けやだった。こいつ実体がねえぞ。はい、こんにちは、ブルーホースです。ということで、今回からグレートベイの神殿やっていこうと思う。今、でっかい水車ね。アムステルダムなんです。ということで、まず早速なんですが、何から始めたらいいかがわからないから、とりあえず登っていきましょう。登れません。登れませんでした。はい、前回喋った通りで、ここはね、下る可能性があるよって言ったけど、秒で下ったね、まして。ざっけんな、早く登らせろよ、バカ野郎。ぴょんと、はい、じゃあ行きましょう。上参ります。で、どっち行ったらいい？こっち？こっち、こっちかな。はい、くるっと。もう、大アウトです。よし。すげえ、壁まで行った。どんなやわいってー、痛いんだよね。掴んでください。なんで登るんですか、うーじこちゃん。これちなみにこうグリッと回すと、これなんか何もヒントなさそうだもんね。まあどうしたらいいんだろうな。ギャズビコー、ギャズビコー、ギャズビコー。これをやることで、あーそういうことか、止まります。であれを止めたらなんかどっか登れんだ。おうおうおう、ちょっと待って、ちょっと、あ、ちょっと待って、なんかあれ止まってんじゃん。ほい、2匹目。じゃ、これ今やっちゃいけなかった、もしかして。じゃらちゃちゃちゃかちゃか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 ちゃ。え？ちょ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 、もう降ります。掴みます。押します。これをやることでなんか意味あんのかな？待って待って待って、しょっぱなからレベルが高くないか？謎解き要素は、あれですよ。まあ、知能指数2の私にはレベルが高すぎる。これまずやっちゃダメだったんだ、多分な。きっとな。あれ回しとかなきゃいけない。じゃあ、うちゅ。肝心な時に浮いてくれない。上参ります。あそこにもあんな。で、この状態だとダメだから。あ、やっぱ最初くるくる回さなきゃいけないのかな。よし、そうだね。もう一回回します。あーん。うんぬぬ、あれれ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 。ギャズビコーン、ギャズビコーン。真夜中に飲むコーヒー。絶対良くないのは分かってる。あ、ちょっと待って、なんかめっちゃルピアンだけど、あれ？どういうことや、どういうことや。じゃあ、こっちじゃなかった。間違えた。よいしょ。はい、降りておいて、パンダ。オッケー。よし、じゃあ上参りましょう。チョビーン、まだいる？まだいるね。まだどっかにいるくさいけど、ちょっと待ってね。ふい、飛んでけ、パーロー。で、あいつも万が一、ってか、あっちルピーしかないのか。そうだね。あー、倒したら来た。で、あー、なるほどね。噴射してる間に来いと。オッケー、よいしょ、3人目。珍しいな、今回引きってちゃんと言わないね。で、まだ上にいるのはなさそうかね。じゃあこっちかな。じゃあしばらくこいつはいらないと。で、あっちに行くにはどうしたらいいんだろうな。これだって多分上ポチュってやっても仕方がないしね。水上げるとかなのかな。でも水上げちまったらいけなくなっちまうもんな。あー、なるほど、こっちで。ふーん、なるほどね。さっきのでっかい戦車はこれを動かすためのものなのね。何一人で納得してんの。ダメでしょ、そんなことしちゃ。あー、無理だったー。ちょっと待って。これなんとか登れないか。すげえ。ゲロ吐きそう。オッケー、登れ。おー、すごい。こんな速い流れの中でこんな掴めるなんて、さすがエラニャ。じゃあくるっと回って、じゃらパパピレピピン。で、これミスったら終わり？今です！オッケー！登って、で、今です！で、もう一回です！なんでやねん！何してんねん、タコ。あ、ごめん、オタマジャクシか。元オタマジャクシ。で、カエルになると手足が入るっていうのは一緒なんだね。まあ、多分元はカエル。まあ、だってさ、キングゾーラとかもうゴリゴリのカエルだもんね。
でもカエルみたいなやつ、あ、いるか。そういえばバンドメンバーにカエルみたいなやついたわ。で、あそこは今まだ行けないから、え、どうしたらいいんだろう。とりあえず赤いやつから行ったらいいのか。うーわ、わかんねえ。だってこれなんか行くとこいっぱいあるんでしょ、確か。うわ、シャトーロマーニとか飲んどけばよかった。ウェイ、ちょっと待って、危ないのがいっぱいいるぞ。とりあえず沈みましょう。痛い、ちょっと、危ない、あちょ、オッケー。骨のくせに強えな。ちょっと待って、注目ができない。ナビー、もういつまでたってもね、あのナビーほどの役に立たないから、お前チャットって呼んでもらえないんですよ。あちょ、蹴りの方が強かった。なんかこういうところにさ、窒息死しそうな、だから溺死しそうなと思ったらいなかった。はい、溺死ハンド、そう、溺死ハンド、溺死させる手、捕まっても知らないわよって。そんなことどうでもいいんだけど、オッケー、よいしょー。あ、わあわあ、これは普通に登れるのか。で、ここを登って、なんでこの水のステージってこんな難しく作られん。よし、おおお、あ、ちょっと待って、これ登れるのかな。お、あ、いけそうっちゃいけそうだな。あ、でもちょっと待って、普通にさ、あ、ちょ、これいけねえのか。ちょ、わ、そんな頭打てたら痛いよ。え、あ、ちょっと待って、まずい。くるくる、あ、ちょ、むずいな、本当にむずいな。よいしょ、もう潜って浮いて、なんでそっちなの。オッケー、行き過ぎないように注意。おお、いいね、5匹目で、ちょっと待ってね。でこいつ、ちなみに今いる？もういないね。今のでいっぱいだね。よし。で、こっち行って、うわ、今一瞬さ、あれがめちゃめちゃ近づいてる。このお面がめちゃめちゃ近づいてきたね。怖かったー。ダンジョンマップ、青い部屋、オッケー。で、あそこは、ジャンプじゃいけないよね、多分ね。ってなると、やっぱ、デキシーハンドのところに行かなきゃいけないんだな。オッケー。で、デキシハンドどこだっけ？違う、こっちじゃない。こっちか。オッケー。あー、わお。なんだ。もうなんか、ちょっとよくわからないことが起こる。もうなんか泳いでほしい方向に全然行かないわね。行かないざますよ、ほんとに。で、ポコンボコンボコンボーコンデクババー。なんだっけ、これ、ジオラマだっけ？何ババだっけ？何ババかもよくわかんないまま全部やっちゃったけど。バイオデクババか。一発で倒さないと私知らないからね。してる。こいつ歩くんだよな。待って、目が生えてんだけど。お目目パッチリ？あ、なんか出てきた。あ、でもあれは大したあれじゃないやつだな。一発で倒さないとそういうことね。倒せなかったらお目目が生えてくるっていう。あ、6人目ね。オッケー。やっぱ全部倒すっていうことは結構大事なのかもしれないな。わー。もう12時間が経とうとしている。お邪魔しまーす。ほっ。あー、下にやると非常にめんどくさいことになったね。でも倒せないもんな。無理っちゃ無理だもんな。ほい。あ、これどうなる？水中走れんのか、水中じゃねえ、水面走れんのか、あいつすげえな、かっこいい。で、もう氷の矢かな。じゃあ、あら、違う、そらそうだ、そらそうだわ。で、中にも、うわー、なんかもう超元気になってるやつがいる。ちょっと待ってね。
あそこ。あー、これはあれを手に入れてからか。ボスか、ボスか、ね、What? どうやって行ったらいいの？ですげえ元気になってるやつがいるんだけど。ね。ほ。発射。お、すごい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 。オッケー。発射。射出。男は射す。あー。なんかこんなんだったっけってのあんまちょっとよく分かってなかった。キック、キック、あ、痛い痛い痛い、強い強いぞ。さすが目玉が生えたやつは強いぞ。でもよくよく考えてみよう。目玉が生えてない時のデクババって、じゃあどうやって俺がこっちにいるって認識しているんだ？それは野暮って話か？ちゃ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 。だから、ちゃ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 、全然、全然操作がうまくいかない。よいしょ。これじゃああれか？多分あれだよね。違うわ。こう。小さな感じ。待って、なんかいる、なんかいる。何がいる？バイオデクは違うな。またデッキシーハンドか。ここマジであれだな。ロマニー牧場じゃないや。なんだっけ、シャトーロマーニがないと辛いな。で、これまた戻ってきたのか。ちょっと待って。今真ん中にあったよな。この真ん中のやつをどうやって。これむずくないか、真ん中。真ん中いける？ティッ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 。あ、なんかいけそうな気はするけど。わー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 。さあ、帰っておいて帰っておいて。片腕ずつ？よし、もか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 。今です！オッケー、いいねー。ところが、こいつをどうやって捕まえる？あ、捕まえれた、普通に。じゃあ、緑から行きましょうか。じゃあ逆回りになってないから、あれ、ちょっと待って、これどういったらいい、どういったらいい。お、よし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 。流れに逆らわず、いけないよね、いけないんだよね。じゃあこっちだ。いけた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 。こっち行くと、いっぱい変態野郎がいる。俺みたいなやつがいっぱいいる。こっちは戻るんだろうな、きっとな。おお、なんか、果たして順番通りなのかどうかっていうのは分からないまま、なんか、とりあえず、なんか、一つの謎解きで分かんないよーっていう人、なんか、なんかすげえはしゃいでるわ、あのホタテちゃん。え？何してんの？ちゃかちゃん。いってーな！あ、ここまだか。いや、んなことはねえな。よいしょ。はい、さよなら。え、一撃で死なないのかよ。何その、なんか俺2作連続出場してるからちょっと上手くなってんだ、じゃあちょっと体力上げてもらってんだぜみたいな。あ、本物のバブチー。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あ、でもあれか、こいつは普通に倒さない方がいいな、多分。ほんだプレイ頼む、英雄。あれ、戦士の効果。戦士と英雄と、デクナッツはどういう立ち位置？じゃあ、お邪魔しまんにゃわっていい、ドン。なんかいっぱい、開けると、なんかそんな予感はしてたよね。こいつか。よっしゃ、やったろ。やったろ、やったろ。どちか。ね。ちょっと待ってね。まあ、でもこれでいいか。普通に、うん、今上にチラッと見えたよね。チラッ、チラッ。発射ー！ういー。ワートだっけ？王様の剣の主人公と同じ名前。矢が浮いてる！どういう状況？ジャル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 ジャン、ババ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 。まずは泡を破壊しましょう。ほい、オッケー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 、ダメージ食らう関係ねえんだよ。おら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 。とりあえず、とりあえず前半はグリオシ、とりあえず前半はグリオシ、とりあえず前半はグリオシ。あ、ちょっと生えてきてる、生えてきてる。ほい、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 ほい。あれ、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 なんかおかしいんですよ。あれ、ちょっと待って、これ剥がしてるけど、剥がしてないもしかして。あ、そういうことか、そういうことか、剥がさなきゃだめ、剥がさなきゃ。よいしょ。
なんか剥がせてはいるんだけどさ、くそ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 く剥がせてはいるけど、ダメージってシャーボンが全然ボンこのボンジリ野郎め。で、はい、こっち向いて、そうだ、いいぞ、顔見せろ、あーてこんな雑な戦い方でいいのか。いや、これっぽっちも良くなーい。おい、オッケー。でもこれ、ファンもやってた方が実は倒せたりするってな、きっとな。おい、オッケー。違う、何してんの。よし、あっ、そう。あらららこれでも実は剣で倒すやつとかしない？これで普通にいけるのかなと思ったけど、そうでもなかったんだね。でこいつさ、直接こっちを攻撃してくるわけじゃないから、実はいいやつなんじゃないか説があるよね。で、あとただ暴走してるだけでしょ。何出してくれるの？何にも出さないんかい！マジか。せめてこうなんかさ、ガロンドルフを倒すことのできる大麻の矢とかさ、そういうのくれるのかなと思ったけど、そういうわけではなかったのね。いや、なんか雑な戦い方して、ほんまにハートがゴリゴリに削れてまんにゃー。で、何もないと。ふわっと浮いてる。まあ、今回手に入るこの武器に関してはさ、あれなんですよね。前回のやつでは、なかった特殊能力がね、敵や物を凍らせるっつって。じゃあ、早速使っていく準備をしましょう。お邪魔しました。ドン。OK。リザードン、ラドン、ブラードン。魔法は使ってないから別に。ああ、一回あれだな、壊しちゃったからかな。ありがとう。めっちゃプニプニ向かってくるんだけど。おいで。おいで。気づこうぜ。おいで。よし。こいつ可愛いよな。顔はブサイクだけど。動きが可愛いというか。もにょん。よいしょ。ほい、よけて、ほい、カチカチ、すっげえなんか、あれな、アクロバティックな固まり方したな。痛い。で、これをこうすることで、なんか逆張り、ん？こっち？ああ、こっちか。はいはい、すいません。なるほどね、方向性を合わせなきゃいけない。ちょっと待って、どういうこと？降りていきまーす。てるるん、キピキプン。で、こうすることによって何がどうなって、ああやって、ちょっと、あ、ちなみに、この部屋はいる？ファサ？ないね。はい。問答無用でおります。で、これで違うな。こっちに戻るんじゃなくって、もう一個の方のこっちでいいのかな？こっちでいかったのか、よくなさ、いや、よかった。そうすることによって、あ、ちょ、こっちはいける？あ、ちょ、こっちはあれか、流れが来ている方だからできないんだな。ってことは、これをこのまま従っていくと、こっちなのか？あれ？ちょっと待って。どこ？じゃ、これ一番下だな。じゃ、こっちか。あれ？でもこっち来なかった？さっき。ですよね。これなんかあれかな？ああ、すげえ！え？そういうこと。オッケー、任せろ。ズワントゥー。あれ、なんかさっきすごい登ってったのになぜだ。ちょっとここ登れないんかい。
違う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 。やっぱそうだよな。あれちょっと待って。うぜえな、こいつら。斜めで行くべきか。ここか。オッケー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 。トゥー。あ、今行ったべや行ったべ、行ったべ。痛い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 。ちょ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 。一緒。なんかハートの減ってるのが、あれですよ。こいつらにやられたからというよりも、頭の打ちすぎでラリってるからって感じがする。トゥー。あー、ちょっとむずいな。もしかしてこれは実は正規ルートじゃなかったりする？それかあれか、中央に戻って、ああ、もう、ムカつきチンコ。すぐチンコっていう男の子だもん。だって、男の子だもん。ポーン。はい、無理。ここは多分なんかあるんだろうな。生き方が。よし、邪魔。歴史なんかあなたたちにさせないんだから。で、こっち行くと、ほい。あ、いた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 。よいしょ。で、こっち来たら、ああ、そうだね。うわぁ、敵視させられねぇ。あ、なんだ。あ、目玉がないと大したことないのか。ただ掴んでどっかポイってされるだけなの。なんだ、やりちんとやりまんみたいな感じか。っていうことは、あ、ちょっと、あ、今とかあったっけ？違うな。これ普通にさ、上戻って、で、登って、多分凍らせるのかな？あ、違う、あ、いや、でもあれを凍らせても仕方がないのか。となるとどうしたらいいんだ？何してんの？ちょっと待って。あ、ちょ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 ね、これをカッチカチにすることで、いや、どっちかな。これは、そうだな、あれ、おぉ、やばいぞ、本当に分からなくなってしまうよ。まだ行けてないところってどこがある？あそこは行った、ずっと行った、あそこも行った。てるん？あれ、ちょっとあっちとあっちあっち行ってないのか。あ、でもそもそも逆回りだもんな。こっち行けないもんね。こっち行くしかない。でこっち行こうと思っても無理だよね、無理だよね。ってなるとやっぱりここをなんとかクリアしなきゃいけないのかな。いけないんだけどさ、行かせていただけないんですけどね。行きたい。よいしょ。で、おー、もはや、ジャンプすらさせてもらえない。よいしょ、よいしょ。どうしよう、どうしよう、どうしよう。でも、そんなめちゃくちゃ難しいテック必要なことさせる？させないと思うんだよな。ジャンプ力だけはあるな。どうしよう。なんかいけそうでいけないんだよね。てかこれでいけたとしたら、いや実は正規ルートではありまへんねんとかって言われたらちょっとなんか嫌なんだけどね。あ、やっぱ違うね、違うね。ちょ、浮いて。いや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 。そのテンション上げんといて。ここには立てる、すいません。いや、立てなさそうですね。ちょっと実はあそこなんかどっか刺せるところがあったりとかする？ないね。あれ、じゃあどこなんだろう。ちょ、沈んで。あー。
なんかよくわからないけど、お亡くなりになられました、ね。か、普通に、いや、でもな、流されるもんね。よいしょ。で、こっち、くるってきて、で、こっちで、あー、もう、なんかすっごい、もう、朝日が昇る。あれ違う、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 違う。そうだね、ここはもうやったから、あれを流したところで何か変わったかっていうと、何も変わってない気もするんだよね。で、こっちじゃなくって、あちら。行きたい行きたい行かせて寸止め禁止。ねえ、入る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 。そういうことか、そういうことか。ちょっと待ってね。てか、毎回これ復活するのマジでやめてほしいんだけど、もう、体力ないっちゅうの。体力というか、あれがない、魔力。ほい。そういうことか、そういうことか。あれでも、ちょっと待って。ちょ、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 ちょ。こいつの上に登ってもあんま怖くないよね。怖かったー、超怖え。ビッグオンで水面走ってくんじゃねえよ。もうカオスカオス。びっくりしたー。今思い出した、2つのことができるんだ今俺。そうすると、これができんで、そもそも何考えてたんだ俺は。本当に思ったことあれだな。よいしょ。おで、ひょいっと飛んで、オッケー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 。ヤーもいっぱい、ハートもいっぱいなんだけど、だからもう一個のあっちの部屋もこれでいけるはずなんだよ。なのに俺は間違えて先にこっちでなんかいけるって思っちゃったんだ。そうだ、水にそもそも直接凍らせられる。え、わー、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。じゃこれはあいつはどうしたらいい？どうしよう。あれ？直接ぶん殴ったらいいのか。はいはい。で、ああ、ちょっと、おう。あの中に、は、おう。あ、ちょ、やばい。あの中に入るとタコ殴りになるから気をつけてねって言った瞬間に、言おうと思ったらもう先にタコ殴りされてたわ。あー、やばい。裏レンゲー。よかった、砂の鎧身にまとってて。おー、くる。おー。やばい。ドボンかい。これで最後です。はー、裏レンゲー。すえ、はい、降りといて。オッケー、ちょっと待って。よいしょ。あら、あ、また登んのかよ。やばい。砂の鎧バーサスだな。ああ、え、は、ちょっと待って、おかしくね。うわー、ちょっと待って、これで最後です。アサクジャク、うっげ、アサクジャク、つえ、アサクジャク、まだいんのかよ。いや、ちょ、アサクジャク受けてんの俺の方だった。おちょ、だからおか、わあ、ちょっと待って、痛い、やばい、はー。7警文会ヒルドラー、うっげ。ちょっと待って、屈辱すぎる。危ない、自由自在に伸びてくる。ちょっと待って、やっと魔法瓶しか出てこない。逃げる。あれ、やっと魔法瓶だけ。あいつ一時伸びなくてもいいんじゃねこいつ。
はい、止まれ。止まった瞬間を狙うと。まだいんのかよー。あーやられたー。うわー、うわー石像指紋かい。うわ、体術においてお前の右に出る者はいない。楽しいぞ。だが俺はな、江戸天聖をまだ返していないんだよな。残念だったな。何度でも蘇るとこの身朽ち果てようとも復活の儀。甘いですね、本当に甘いですね。蒸発するんかい。どういう仕組み。こんなにあれなのかな、カエルがこの部屋の気温を下げてくれてたのかな。で、芝あれ、待って、え、何も出ないの。ああ、そういうことか。ごめん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 。こっち、え、もうボス、あれ、ちょっと待って、もうボス鍵ですか。予想外。もう、え、嘘、ほんまにボス鍵でいいのか。だってまだ妖精ちゃんも出た。あ、ちょっとこの部屋に妖精ちゃんいるな。どこだ。あ、違う違う、あ、これはそれはこのままでいいや。ちょっと待ってね、妖精ちゃんいる。え、違うの。ちょ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 、なるほど、つぼつぼにいるのかな、もしかして。あ、いた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 。これで手に入れれば、あ、瞬、あ、ちょっとごめん、8人目だったわ。じゃあ、とりあえずこいつになって、風になって、ゴロンになったらどうなるかわかるでしょ。秒よ、秒。秒で、秒でも溶けてなくなるよ。よし、そしたら、こっち、もっかい、もっかい行かせてくださーい。タイが食べたい、ボルシチ。ちょちょちょ、いけない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 。痛い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 、もう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 いいもういい。お前らみたいな、お前らみたいな骨とは戦ってる暇がない。で、これは今いらないと。そうすると、違う違う違う、これし。あ、ちょ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 。で、こっち行って、そうだ、これがあったんだよな。これが使えるんだよ。ちょ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 。陸に登ってしまえば、こいつら何もできないからな。そう、逆に言うと、水に入ってしまったら私、雑魚だからな。こんなに使わなくてよかったかもしれない。そうなんだよな、こうやって行けたんだよね。お邪魔しまーす。なるほど。こいつを、うまい具合に固めなきゃいけないってことですね。了解です。誘導しなきゃいけないと。誘導尋問して、あることないこと、吐かせまくってー。おいで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 。そう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 。さあおいで。こっちだこっちだ。こっちだ。面白い顔して。おいでおいで。ほい。ふわーん。すーごい、ぺっちゃんこやん。ほい、よいしょと。シュエーボンボム。なになになに、ちょちょちょ、掴んで、掴んで、掴んで、で、押すと、これで逆回りとかになるのかな。あ、違う。あれか。入り口のところがなんかファッサ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 するんだっけ。溶けてってる。俺たち、私たち、溶け合ってる。ほんで、これでやると、この部屋には、あ、この部屋いないんだ。へぇ、シュンとしてる。てか、こいつの顔を見てビビって逃げてくれたりしないかな。気づけばもう、あれなんだよ。35分なんだね。よいしょ。よいしょ。で、あいつ倒しても何も出ないから、ここ行って、
あそこも行けんのか。そっかそっかそっか。じゃあ行こう。あそこも行かなきゃいけないとこだね。大妖精様のお通りだ。覚悟せよ貴様らのら。よいしょ。で、注目するたびにこいつのドアップが出てくるのが結構きついんだよね。これいける？あ、これは無理なのか、さすがにな。そういうことか。仕方がないね。ちょっと高すぎ新作やった。これで流れの向きが変わってたりはしないのかな？ちょっとわかんない。まあ、これ、あか、向こうの部屋行ったらわかんのか。いや、変わってないね。じゃあ何が変わったんだ？そうだね、変わってないよね。向こうの部屋に戻ったら、実はなんです。寒いな、真夏なのに寒い。誰のせいや。私です。私だ。お前だったのか。暇を持て余した。これ毎回ドキッとするわ。でこっち戻ると出来上がってる。ああそうだよ、朝日が昇る。これちなみにするとあっち側がファッシャーってなってない。ここまで動かしたタイミングでどうだろう、止まって反対側が回るみたいなことは、ああ怒ってるね。でもどうしたらいいんだろう。あれでこうでこうで逆回りしたらいいのかな。でも上に登れないよ。上に登る手段がなくなってるのこれね。はあ、了解です。じゃあちょっと中途半端なタイミングで大変恐縮なんですが、一旦時間が来ていますので、ここで中断をさせていただきたいというふうに思います。ということで次回、グレートベイ、しっかりと攻略目指していきたいと思いますので、お楽しみください。ではまた次回お会いしましょう。はい、なら。